こんにちは、エカです。インスタ360から新しい360度カメラ X4 が出ました。今回の X4 はなんと360度動画が 8K で撮れちゃいます。ということで、ますます進化したフラグシップモデルということで進化して帰ってきました。簡単に360度カメラの仕組みとその魅力をちょっと最初にお伝えすると、360度カメラって 両側にカメラがついていて、全部で 8K なので、一つずつが 4K で撮れるみたいな感じになっていて、それをスティッチングして、本当になんかもう球場というか、まん丸い映像を撮ることができるんです。全方位360度撮れていて、後から編集でどこを向くのか、あとは360度動画もね、もちろんできるので、VR 上で見れたりとか、そんなこともできちゃいます。 いろんな使い方ができて、いろんな切り出し方ができるので、それが最大の魅力の一つかなと思います。360度カメラにしかできないアングルとか撮影方法とかいろいろあるので、ちょっと今回はいろんな撮り方をして機能をチェックしていきたいと思います。前回モデルの X3 と X4 比べてみると画面サイズがまたさらに大きくなっています。前の2.29インチから2.5インチのタッチスクリーンにサイズがアップグレードしています。で、バッテリーも135分だった X3 よりも67%アップしています。まずは本体の同梱物から見ていきましょう。まず箱を開けると X4 本体が入っていて、いろいろ書類などと専用パウチ。 レンズクロス、USB-C ケーブル、標準レンズガードなどが入っていましたレンズガードは前は粘着式でこうペタッと貼る形式だったんですけど今回から回してカチッとはまって取り外しができるタイプになりました360度カメラはレンズがねちょっと飛び出ているので傷つきやすかったりしますレンズガードがもともとセットで入ってくるのはとても嬉しいポイントかなと思います今ちょっと友達と待ち合わせしに 歩いてるんですけどこのカバンの中にさまざまな棒を入れて <laughs> 準備してきています今回はお友達のハヤトさんのボルダリングの様子を撮影させてもらいましたー <laughs> 超長い自撮り棒に X4 をつけて私が釣り人のようになりながら登っていく場所を追っていくのが最もコントロールが効くのでいい感じに撮れたかなと思います 後から編集でアングルを変えられるので地上からとりあえず上の方に追っていったらいい感じにできましたあとはドローンだったらこんなに狭いところは通れないというような壁と体の間に通してみたりしてみました。 はい、やっぱり、ね、360度カメラの面白い使い方はドローンみたいいな映像を撮れることだとだ思います日本だと特にドローンを飛ばすことのハードルが高いと思いますけど。 ニューヨークも人口密度が結構高いので人がたくさん集まるような場所では禁止されていることも多いです X4 をテストしつつブルックリンのとというところをお散歩ししてきました長い自撮り棒があったとしても普通のカメラだと一定方向にしか撮れなかったりするんですが360度カメラだと後から角度を変えられるのですごくダイナミックな動きに 簡単に編集することができて一つの素材からもいろんな映像をかき出すことができるのも面白いですドローンっぽく撮影する一つの tips としては高さを出したりとかカメラがあるはずのない例えば私たちは海の方に突き出してみたりしましたけどそっちの方から撮るとかそういうことをしてみるとより面白い映像が撮れると思います で今までの映像で全く自撮り棒が映っていなかったと思いますがちょうど自撮り棒が、ね、カメラのスティッチングをされるここのエリアここに自撮り棒がこうつくのでいい感じにもう最初から棒が映っていない状態で撮影できます複雑な動きをしなくても自撮り棒につけて持って歩くだけでこんな映像を撮れちゃいます食べ物力とかに、ね、すごくいいですよね 自分たちの姿も映っているし景色も映っているしまさに360度場所の魅力が伝わりそうですこれは360度で撮ったものですがただ歩いている姿を撮るのであればミーモードという機能が便利です。 これめっちゃいいよね,、うん、ね前回まで1イ8 0 h d だったんだけど X4 で 4K で撮るよね MAX33 みたいな Nii モードは360度の半分を使っているようなイメージで170度のフラット動画を撮影することができます360度完全にいらなくて自撮りの部分だけしたいっていうことであればこういう向きで撮って 水平に対して、こっちの半分もしくはこっちの半分を取ることができます。これの170度っていう感じですね。実際は1対1ぐらいの大きさで取れていて、まあ、1対1でも書き出せるし、9対16でも16対9でも書き出すことができます。バレットタイムは、こんな感じの <laughs>、こんな感じで、ヌンチャクみたいに、こうやって回すことによって、 マトリックスみたいな映像を簡単に撮ることができますちょっとやってみましょう設定でよいしょバレットタイムこれにしますで今回から 5.7k120fps か 3k240 まで撮れるようになりましたうどうですか、うん あとは AI 機能についてです。X4 ではカメラ自体に AI チップが搭載されたり、アプリにも AI で編集をさらに楽にしてくれる機能が入りました。AI ジェスチャー機能は名前の通り、ジェスチャーで動画の録画スタートストップとか写真撮影をすることができます。で手のひらを出すと動画、 ピースををすすると写真を撮ってくれますが、例えば自撮り棒を使っていたりとかどこかにマウントしたりしてるとなかなか手が届きにくかったりとか手袋をしてる場合とかねちょっと押しにくかったりすると思うのでそういう場合に外さずに、あとは360度カメラだからこそどの角度からやっても操作できるので下からやっても上からやってもキャッチしてくれるのでそれも便利ポイントだと思います。 ちなみに音声ででも制御すす。ることができます録画開始。録画停止。電源オフ。あとは編集が切り取り方が無限の可能性があるので迷ってしまうこともあると思うんですけど AI 機能がアプリに加わってクリップを分析して AI がこういうふうに切り取ったらどうですかっておすすめをしてくれるようになりました。 ちょっと編集について見ていきたいと思いますこれはですねインスタ360スタジオっていう公式編集ソフトの Mac 版をちょっと今お見せしてますまあ、結構シンプルな作りというかここにファーってファイルを読み込んでいろんなファイルを見ることができますこの動画は360度で撮っているのでこうやって <laughs> すごいまぶしそうな顔してたこうやってぐるぐる回して再生するとこんな感じねこういうふうに棒を持って歩いてましたこんな感じだったんですけどこうやってマウスでクリックしていろんな方向を見ることができますまあ基本的にはねやることとしてはここの。 メニューボタンというかキーフレームを追加したりディープ追跡したりタイムシフトこれはまあタイムラプスみたいなものですねというのをやったりモーション ND をつけることができます。カメラの動きをどうこうするっていうのは基本的にこの2つですかねキーフレームとディープ追跡なんですけど、えっと、キーフレームっていうのは他の編集ソフトでも同じなんですが例えばこのタイミングで 一旦キーフレームを置くとこのタイミングではここの向きにしてくれっていうことで,でもう一つこの辺に例えばキーフレームを置くとここに来たらこうしてくださいみたいなここに向けてくださいっていうのを追加できるのでこうやってカメラの動きを追加することができる感じですね。ちょっっとと、ここれ再生してて、みるとすごくスムーズにこうやって アングルが動いてるみたいな感じになりますここをクリックするとフェードインフェードアウトとかスリップインスリップアウトとかそういうのを追加することもできますあとこうやってマウスをスクロールするとどれぐらいのアングルというかどういう切り取り方をするかも決められますクリスタルボールっていうのかなこれが MAX の360度で撮っている状態なのでこんな風に丸型で撮っている感じですね で、それを逆にしたものがこれ小惑星これもね面白いんですけどなんか地球にに立ってるみたいなな感じになります。で、えーと、もうちょっと普通のね目がっていうのは若干こう歪んでる感じがあるけど、まあ、ちょっとアクションというかいっぱい画面が使えるみたいな感じでウルトラだと超広角でデワープっていうのはこの。 歪みを少なくしたものですねなのでこうやって細かく選んだりもっと細かくやりたい場合はこの中途難度っていうのをこ,うここで数値で表したりとかこれもパンかな難度するっていうのを選べたりとかこれも、えー、FOV 制御でこう何度の視野角を使うかっていうのを調整したりできます。これはデワープかな 歪み補正でですすねこ、はい、こんな感じのことができたりします例えばこの動画だと私2つここにキーフレームを打ってこうやって広角になっていてこのねボートに乗ってた人たちが、ね、手振ってたから <laughs> 手振ってたのでこの手振ってるところではボートも一緒に映るようにしたりしてみました。面白いでしょ なんですけどちょっと一回これを消してディープトラックっていうのをやるとこの被写体もうすでに私のところにこれ出てますけどこれをクリックするかもしくはこうやって範囲を作ることもできるんですけどこうやってやってあげると私を真ん中にしてトラッキングしてくれています。ちょっとと一旦ここの辺にしとこうかなこうやると ここの黄色い部分は私をディープトラック勝手にやってくれました。ちょっとたけし映っちゃってるけど私がずっっと真ん中ににいいるようにやててくれています。特に例えばこういう時ピノが動き回ってて <laughs> トラッキング大変だったんですけどこの機能を使うともう私はまっすぐ歩いてるだけなのにずっとピノが真ん中に映るようにトラッキングしています。 ししてくれましたあと重要なのは今16対9でずっとお見せしてましたけどアスペクト比を自由に変えられるんですねこのさっきの9型に取れているから1対1で切り出すこともできるしでこうやってフレーミング変更できるし9対16で縦型にすることもできるしさっきの16対9もできるし。 4対3もできるし3対4もできるし対ででちょっととシネマティックな感じにすすることもできます全てもうただ切り出してるだけなのでそのアスペクト比に合ったように編集後からできるのでねめちゃめちゃ便利ですでうまくいろいろキーフレームとかやってこれで OK ってなったら書き出しボタンからこうやって書き出すことができます。ビットトレートも 200まで選べるのかなで基本的には 2D 状態というか動画として普通の動画として書き出す場合は 4K がデフォになってますがこれもね変えることができます。で360度として書き出すと 8K で撮ったのでね 8K で書き出すこともできます。こちら iPhone アプリもちょっとお見せしたいと思います。デデバイスををげげててそこからデータを吸い上げてもいい上もし USB-C とかでつないでデータを吸い上げてもいいしいろんな方法でデータを追加できるんですけどスマホ版でも同じように編集することができますこうやって指で動かして見ることができるしこうやってねディープトラックこうやってすることもできますいろいろと Mac 版と同じようにねこうやってやってよいしょ 簡単にキーフレームもね追加していくこともできますそれがプロモードだったんですけどクイックモードだとスマホをこうやって動かすと見ている方向にこう向けてくれたりとかもします。でこれで録画を押してこうやってトラッキング自分の iPhone を使っておっとっとっとこうやってトラッキング することもできますあとは面白いのがですね AI 機能ですこれで AI がね勝手にこのクリップを分析してこういう風にやればいいんじゃないですかっていうのをおすすめしてくれますえっと AI が作ってくれたこの編集これ普通にめっちゃいいですよね <laughs> 結構周りを走ってたからくるくる回すの大変というかどういう あのタイミングでキーフレームとかだと結構難しかったんですけどこうやっていい感じに AI が追跡してくれて追跡だけじゃないかディープトラックよりも全体を見て AI が作ってくれた感じなのでこの編集すごく良かったです。なのでちょっと編集大変そうだなと思うかと思いますがこうやってねあの AI に頼ったりすると楽に楽しくできるんじゃないかなと思います。 ちょっとね、アクセサリーもいろいろ紹介したいんですけど、最初の方にお見せした標準のレンズガードはもともと本体についてくるんですけど、もっとプレミアムなものが欲しい方は、プレミアムレンズガードというものもあります。これはですね、まあ、同じようにツイストして矢印を、よいしょ。はい。位置を合わせてちょっと回すことによって固定されます。 これの方がまあちょっと頑丈なのかなと思うんですけどこういう別売りのプレミアムレンズガードを買うこともできます実はレンズガードが変わるとちょっとスティッチングの方法というか多分ね切り取る部分が変わるのでレンズガードモードというのをカメラ側で設定することができますこれがですね手動でこのレンズガードを今つけてますよっていう風に えー、教えてあげることもできるし自動でよしなにしてくださいっていうこともできるしレンズガードつけてませんっていうふうにすることもできます万が一例えばこれ外したのに外したよっていうふうに設定するのを忘れてしまったとしても、まあ、自動だったら多分検出してくれるっていうのもあるし後から編集時にね変更することもできますであとはこういったシリコン製のレンズキャップもありますやっぱり、ね、このの目玉の部分がね 一番大事なのでこういうい風にレンズガード付ききででで守ってああげるここととができますすは重要な自撮り棒ですこれが私の中で元祖見えない自撮り棒と呼んでいる 1m ぐらいに伸びるカーボンファイバーのちょうど画面いっぱいぐらいこれぐらいの自撮り棒ですカーボンファイバーなので結構軽くてこれ1本あると絶対便利っていう感じですなんかね種類コラボなのかな インスタ360とシルイのダブルネームでございますこれもいいんだけどもっといいのがこちらじゃじゃん。これが超長い自撮り棒という商品でなんと 3m まで伸びますでこれがあるとドローンっぽさが増すのですごくおすすめですこすごい何段階にもなっててちょっとここでもう伸ばせないよ 3m もこの部屋ないんじゃないかぐらいの感じなんだけど先端恐怖症の方ごめんなさい 3m まで伸びるのですごい高いところでも遠いところでも撮ることができますちょっとねこの元祖自撮り棒よりもちょっと一回り大きいんですけどでも私のカメラバッグには入るので多分キットの一部にあっても私はいいかなと思ってますあとはバレットタイムですねさっき言ってた回すバレットタイム用にはこういったバレットタイム撮影キットというものもありますこれは この三脚ハンドルと自撮り棒がついてるんですけど三脚ハンドルがね面白くてここがぐるぐる回るんですよ。でバレットタイムをする時はこうやって自撮り棒をここにつけてこうやって回すことができますあの。バレットタイム実際にする時はこれを伸ばしてやった方が綺麗に撮れるんですけどこういう感じでね。 で、こうぐるんぐるん回すんですけど、えっと、こういうふうにバレットタイム用に使うこともできるし上にも三脚穴ついているので、まあ、このもちろん X4 をこうやってつけて X4 をつけてこうやって使うこともできます。でここはね固定できるのでバレットタイムで使わない時はここのロックをこうやって回してあげるとぐるんぐるんせず。 使うことができますで。こう開けるとこれがぐるぐる回るという感じです次に紹介したいのが X4 用のククイックリーダーダです。ここのねバッテリーの中にここにね SD カードがマイクロ SD カードが入ってるんですねこんな感じでこういうふうに入ってるんですけどこれねいちいちバッテリー出さないと出せないのでちょっとよく出し入れする人は不便かもしれないんですが クイックリーダーは、ここに、スロットがあって、ここに入れると、なんか、外付けにできるというか、ここの、この、蓋がね、簡単に取れるので、こうやって取って US、USB-C 端子のところに、ぐっと入れます。で、こうすると、もう、こっちのマイクロ SD カードに書き込みしてくれて、で、撮影し終わったら、 これを取って USB-C もあるしライトニングもあるのでスマホとか iPad とかパソコンとかこれを直接挿してデータを吸い上げることができます。でこれがなくても X4 本体からアプリで w i f i 経由でつないだりとか USB-C to USB-C ケーブルでつないだりとかするとデータを吸い上げることができるんですけどまあこれがあると物理的に ここからここみたいな感じですぐできるのでデータのやり取りを一回一回変えたりとかする場合は結構便利かもしれません。ということで360度カメラは本当にいろんな会社のものを2017年から使ってきたんですけどついに 8K で撮れるようになってしかもサクサク編集できることにすごくびっくりしました。8K で撮れる360度カメラ自体は 別に業界初とかではないけどコンシューマー向けというか普通のユーザーが使えるような価格帯これ79,800円かななんですけどその価格帯でこんなコンパクトなボディで出てきたということですごく時代の変化を感じています本体だけで 10m まで防水性能もあるので水に入れても大丈夫だしアクションカメラ級の頑丈さと小ささなのでポンとカバンの中に入れておけるのもいいですね。 特に360度は後からどんな風に撮れてたかなって編集するのも楽しいし普通のカメラではできないアングルやカメラの動きを出せるのが楽しいポイントだと思いますこの動画で皆さんが見た X4 で撮ったものはだいたい 4K で書き出しているものですけど360度 8K で書き出すこともできるのでこうそうすると球場ですねこの全部使った 動画ですけどそれを例えばビジョンプロでその8型動画を見てみたらどうなるんだろうとかちょっと今後試してみたいなと思ってます私はめちゃくちゃアクションスポーツみたいな感じの人ではないんですけど旅とか日常の v l o g でも面白いアングルを撮るために結構大活躍すると思いますということで x 4について何か質問があったらコメント欄でぜひ教えてください もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。